はい、皆さんこんにちは。今日はビットコインを見ていきたいと思います。ビットコイン、3月の、月足が上髭があまり目立たなく、下髭が足全体の3分の1以上の長い足で確定。月足でこの規模の下髭っていうのは、上昇を肯定していきやすいローソク足になってくると思います。少し下髭の規模は違うんですけど、7月足に近い足ですよね。で、今一番意識されているレジスタンスが28,600。ビットコインの場合は、過去意識されるレジスタンスをブレイクするときは、月足か週足レベルで小回しを作って、サポートでの押しを利用して決済売買でブレイクしてきているので、今回も3月の月足の下髭を見る限りでは、逆三尊、ネックラインをサポートにして、下髭でタッチしてからのブレイクアップしていく目線で見ています。なので、長期では上で見ていけるんですけど、短期ではまだ25,500ドルあたりまで下げてからの上昇目線で見ています。今のレジスタンスがバブルを支えたネックラインであることと、今のネックラインまで到達した2019年から2020年の1年以上の煮詰まり期間を考えると、3月の月足の下髭から引けるアセンディングトライアングルからのブレイクの方が自然だと思うのと、そうすればおしめの25,500ドルにもタッチすることができるので、その見方で見た方が正解だと個人的には思いますね。週足が今のところ連続小回しなので、今話したシナリオで考えると、この小回し安値割れて限定的な下げか下髭が目立つ足で下げてくると思うので、そうなればこの上昇トレンドにタッチした際にはロングが有効になってくると思います。あとは週足前回の持ち合い期間を見ても、今週入れてもまだ2週間しか経ってないことを考えると、最初に話した月足週足レベルの小回しからの押し目までの下落をしてブレイクアップしていく規則性も考慮すると、まだ持ち合い期間が足りないので、トレンドラインまで下げてくる目線が妥当になってくると思いますね。ただ今拮抗しているのは間違いないと思います。この上昇の始まりのレンジボックスを見ていくと、1月9日の安値17,108ドル、23日の週の高値が23,954ドル、この3本の足の値幅が6,846ドル。で、今回3月13日の週の足を見ていくと、安値が21,900ドル、高値が28,474ドル、この1本の足だけの値幅で6,574ドル。13日の週足1本で前回の値幅に近い上昇をしているので、上振れして今週足が小回しの上髭を実体ブレイクしてきたなら、チャンネルレジスタンスブレイクにもなるので、上目線のイレギュラーとしてショート持ってる人は逃げる場面になると思います。そうなれば目線は35,000ドルまでの上目線に切り替えます。逆に下落予兆は、今週足が28,003ドル以下で引けるなら、先週足の終値以下で陰線小回しで引けて、今の小回しの売買の力関係が下優勢になるので、25,500ドルまでの下落の可能性がより高くなってくると思います。日足、31日の月足確定間際の下髭の方が長い陽線、この足が出て調整下落か続伸か、この2通りで市場が迷った原因になってますね。気になるのが、日足レベルで髭がこのレンジ内で乱高下して目立つってことですね。あとはこの上昇で頭打ちした今までのソーサートップっぽい形をしていて、これも下落予兆として見れて、ここみたいにどこがサポートかレジスタンスか日足だと分かりづらいですよね。で、日足でじわじわ上値を上げてきてはいるんですけど、31日の下髭が長い足を作っても陰線小回しで上髭も短くて買われてないんですよね。1回目2回目のソーサートップの方が上値を実体で伸ばすことができていて、まだ買われてたんですよね。
あとは明確に下落調整が来るなら、この真ん中のラインを割れた時には週足レベルの25,500ドルまでの強い調整を視野に入れて、サポートでのロングを狙っていくといいと思います。なのでビットコインは日足での下落を示唆するソーサートップと、上昇しても実体で埋めることができてないこと、週足以上での煮詰まり期間の不足、明確なレジスタンスをブレイクする際にはサポートでの押し目作りの規則性から見ても、まだ上昇ブレイクしていく目線よりも調整を挟む可能性が高いと思います。戦略としてはサポートでの下落を待って現物を拾うかロングを狙うかにした方が無難だと思いますね。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。青木でした。私が一番におすすめする海外取引所は、取引所トークンとレンディングサービスがある海外取引所です。ビットゲットでは BGB トークン、MEXC では MX トークン、バイビットでは取引所トークンではありませんが、将来取引所トークンの可能性が高いビットダウの取引ができます。バイビットでは、バイビット出資の分散型取引所 APEX、FTX のような人災は起こらないので、心配な方はメタマスクからつなぐだけで完了できるのでチャレンジしてみてください。海外バイナンスが日本で使えなくなったことによって、今後銘柄が多くレンディングサービスが豊富な分散型取引所の利用が必要になってくると思います。イベントをたくさん行っていて、トレード大会参加やボーナスキャンペーンでお金がもらえるビットコイン EX、 口座開設するだけでお金がもらえる取引所タップビットジャパン、ビング X もおすすめです。国内取引所ではフォビジャパンがウェルカムキャンペーンで4万円相当のフォビトークンを付与しています。さらに口座開設で500円相当のフォビトークンももらえます。 OK コインジャパン、コインチェックでは1000円相当のボーナスを付与しています。それぞれのボーナス詳細は動画説明欄から確認してみてください。 Twitter の方でも相場についてツイートしているのでフォローお願いします。